ミセス・ドット・グリーン・アップル・大森元木、映画ヒットに歓喜。メンバーは、悪い男だった。3人組バンド、ミセス・グリーン・アップルが22日、都内で映画、ミセス・ドット・グリーン・アップル・ザ・ホワイト・ラウンジン・シネマの大ヒット御礼舞台挨拶を行った。昨年12月から今年3月に行ったバンド初の音楽劇仕立てのライブツアーを映画化。 映画用に撮影されたシーンも加えられた。公開日の13日から16日の4日間で観客動員数約17万人。興行収入は6億円を突破し、10億円も目前のヒットとなり、ボーカルの大森元木は、100人見たら、100人が違う受け取り方をする作品です。余白がある作品でもありまして、いろんな思いを持ち寄ってもらい、 多くの方にこうして愛していただいて嬉しいです、と喜んだ。司会からは、撮影で一番大変だったところはと聞かれ、大盛りは全部です。としながらも、つきましては、という楽曲がありまして、息を震わせて歌う曲なのですが、そこからコーヒーという曲に入るのが大変でした、と、曲を歌う上で感情をシフトチェンジするのに苦労したと明かした。 キーボードの藤沢良花は演奏しているシーンが多いのですが演奏だけでなくストーリーの一キャストという認識でしたので大変だったのはスイッチの切り替えですと話すと大森は良ちゃんがあんなに大きい声を出すところ見たことなかったと藤沢の芝居を話題にまた大森はギターの若井広とについて和解があんな悪い男だったなんて と劇中での一面を暴露。対して和解は、ありがとうございます、と名演を褒められたように応じて笑わせた。テレビ朝日。